はいどうも、マシオチャンネルです。本日、年末年始、田口スポーツ行ってきまして、ちょっと自分が一つ気になるグラブ、てかそれ動画にしたんですけど、その中で、これ使ってみたいなっていうのがありましたので、田口スポーツからサンプルを一つ変えてきました。というのも、まあ、二つ、使いたかった理由がありまして、一つは、その選手のファンっていうのと、新型ということで、本日お借りしてきたのが、クボタスラッガーの M00 になります。これどんなモデルかと言いますと、2年ぐらい前にオーダーした T1 っていう形がありまして、あれを鳥谷選手がショートで一時期使ってたんですけど、そこから阪神でサードやったりロッテ行ってサードやったりするときにこの M00 っていう形が出たんですよ。で、田口スポーツ行ってはめたりはしてたんですけど、実際にボールをですね取ってなくて、堂田さんの方からじゃサンプルでちょっと貸し出すんで、ちょ群馬で使ってみてということでお借りしてきました。で、これは片付けをしてもらったモデルで、ドータさんの片付け通り行くと、こう動くんですよ。こっちから、こういう感じ。で、スラッガーだと、やっぱり、T1 の時もそうなんですけど、広さを出して、こっちが使える。かつ、こういう感じだったんで、このモデルはですね、ラインがこっちなんですよね。ドータさんの片付けで行くと。極端にやるとこういう感じ。で、もちろんここでも、こう取れるんですよ。取れるんですけど、こっちに入りやすいよっていう、まあ、サードなんで、しっかり変な回転のボールとかも止めれるよっていう形に、これはなってるそうです。どっちかっていうと、小指側がちょっと強いんですよね。こういう感じ。ちょっとこっち側なんですよ。で、多分、イメージ的には、ゴロとかも、こう入る感じなんですよね。巻き込む感じで。だから、ちょっとスラッガーっぽくない感じが自分はしたのかなっていうふうに思いました。こっちのこういう感じ。こういう感じです。以前はやっぱ自分はこっちの人差し指をこういうのがスラッガーのイメージだったんですけど、ちょっとこれはまあサードで使ってたっていう感じで、サードの形っていうのもあってこういう形になってるそうです。もちろんショートセカンドでも使えるんですが、自分はあまりこのスラッガー感がないなって思いました。こういう、こっちの感じなんで。なので、シングルに強いっていうのが普通に多分使ったらわかると思いますので、今日は実際に打球を取ってですね。まあ、公式用なんで、顔は結構硬いんですけど、公式でちょっと使ってみようかなという感じになります。早速やっていきましょう。やっぱり動きはどうしてもこうなるんですよね。キャッチボールの時にも。こうなります、もう。手が。小指側がどうしてもこう効きやすくなってるっていう。いつもの自分のはやっぱりこの五分五分なんですよ、動きが。それが7-3とかに感じますね。やっぱこっちが効きますね。これ多分 T1 使ってる人からしたら全然違うと思います。なんか鳥谷選手も出るって思っても T1 とは全く違う動きをしますね。小指ですね、完全に小指。スラッガー感がないって言ったらあれですけど、やっぱりどうしてもスラッガーって皆さん、自分もそうなんですけど、こういうイメージがあるんですよね。手のひらっていう、それがちょっと覆されるっていうか、あ、こうなんだなっていう感じはしますね。堂田さんの片付けもあると思うんですけど、こっち側で。軟式のスラッガーの皮は正直あんまり好みじゃないんですよ。けど公式を使うとやっぱりスラッガーの良さがわかるかもしれないですね。今の、公式だなっていう感じです。というわけで実際にノックを受けてきました。今回公式グラブということで公式ボールで受けてます。一つ目はこのシングルキャッチというか引っ掛けるやつと、もう一個がこっちの面で取るっていう感じですかね。この2種類を主にやってます。まあ、鳥谷選手がサードに行ってからのグラブということなんで、サードでやっぱりちょっとシングル系増えるんかなというふうに思ってましたね。で、また終わる時とシングル、まあ、今回五分五分ぐらいで撮ってるんですけど、そのシングルの時にやっぱりこの引っ掛ける感じ、奥で引っ掛ける感じっていうのが活かせるんじゃないかなというふうに思います。これもそうですね、引っ掛け気味に撮ってます。やっぱりポジションでグラブが少し変わってると思うので、まあ、大きさも感じるんですけど、やっぱりウェブ下がちょっと深いなっていうふうには思いました。はい、この後ろも空間使えますね、つかみ系で。はい、この辺もシングルでキャッチしてます。はい、ボールの重さがありますので、そのこっちからギュッて掴みに行くというよりかは
まあ、収めるっていう感じで自分は今回撮ってたんですけど、確かに深さは感じましたね。いつもより深いなっていう、このスラッガーだけどちょっと深いなっていうのはありました。今のが結構引っ掛けてますね。ウェブ下に引っ掛ける、まあ、挟むというか引っ掛けるというか、はい、そんな感じで撮ってます。あとはまあセカンドショートの時よりもちょっと大きいので、その辺も感じてましたね。というわけで今回新しく M00 使ってきましたので、もし気になる方はチェックしてほしいかなというふうに思います。やはり大きさとこのウェブ下が一番大きな違いを感じました。はい、というわけでちょっとノックを受けてみたんですけど、やっぱり公式のボールって強いんですよね、軟式に比べて。なので当たる時のこのパワーは感じますけど、やっぱりこっちの深さがあることによってサードらしいって言ったらあれですけど、自分はやっぱりどうしてもこう使いたがるんですよ、パーにして。けどこれはこう引っ掛けというかハサミというかっていう感じなんで、 T1 の時とは全くもうガラリと変わった感覚を受けて撮ってました。あ、こうなんだなっていう感じで、やっぱり鳥谷選手とかショートからサード行ってちょっと大きくして長くして深くなったっていうのがあると思うんですけど、そのですね、もし感じたい方、サードやってる方はですね、一度ちょっと使ってみても面白いんじゃないかなっていう型番になってます。もちろん片付け次第でこっちにもいけるとは思うんですけど、野田さん曰くこの形はまあこういう方に奥で掴めるようにしたまあスラッガー、かつもちろんこっちのこっち側も使えるっていうので、 T1 を使ってた人はですね、ちょっともしかしたらこれびっくりするぐらい鳥谷選手モデル変わってるかもしれませんので、もしよかったら使ってみてください。自分も初めて使ったんですけど、こっちのやっぱ使い方ですね、慣れてないんでどうもあれっていうのがありました、何球取ってて。っていう感じで本日は去年出た鳥谷選手の M00 公式を実際に使ってみる動画でした。これ定番なんで普通にお店で買えますんで、これ自分動画撮った後にタグチスポーツ戻しますんで、タグチスポーツでサンプルはめてみてください。というわけでまた面白い型番等ありましたら紹介していきます。それでは今日の写真は以上です。いよりよっしょ。そして2月のプレゼント企画がこちら、フォーチュンフィールドの新クリーナーのグラブセットを1名様、そしてグラブお手入れセットを1名様にプレゼントします。チャンネル登録とコメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。当選発表は3月1日の動画で発表いたします。そして自分らが監修している GS シリーズのグッズも販売されております。グローブ、スパイク、 T シャツなど動画の概要欄から購入できますので、ぜひチェックしてみてください。夏に合わせた T シャツも販売されてますので、ぜひよろしくお願いします。詳細はモンタナスポーツさんのホームページからチェックしてみてください。オーディオショー。